埼玉県の JR の駅を並べました。コメントをいただいたので今回は埼玉県に行きます。こんにちは、駅前散歩の水菜です。今日は埼玉県の吉川駅にやってきました。 JR 東日本です。ホームが向かい合わせになっているタイプの駅ですね。こちらの階段から降りてきます。はい、降りてきました。ちょっとこの階段変わってて踊り場付きです。踊り場って何なんでしょうね。小学生の時は完全にダンスフロアだと思ってました。南口と北口に分かれてます。右が南口ですね。これが吉川駅南口の眺めとなっております。タクシー乗り場があるのありがたいですね。交番横を通って早速お散歩スタートです。まずはね、このロータリーに沿ってこの辺からぐっと歩道が広くなってます。一気に15人ぐらいは歩けそうかな、横並びで。ロータリーを抜けました。このままこの歩道沿いに沿って歩いていきます。じゃあちょっと景色を見てもらいながら、またいつものどうでもいい話聞いてもらおうかと思います。実は一昨日ぐらいですね、ちょっと
ほうきとちりとりで掃除してたんですけど、何しようとした時かな、ちりとりのゴミを手に持ってたゴミ袋に入れようとしたら、左目にちょっと衝撃が走って、ちょっと詳しく状況はちょっと思い出せないんですけど、多分自分で持ってたほうきの絵が目に当たっちゃったみたいで、結構痛くて、あーどうしようと思ったんですけど、まあとりあえず今は全く問題ないです。でちょっと不思議なのが、その日私メガネかけてたんですけど、目に当たっちゃったんですよね。ということは、メガネとほっぺの間の隙間からほうきの絵が滑り込んで、かつ眼球を押したということになると、結構条件が限られた体勢でやっちゃったんだと思うんですけど、本当にその時ゴミ入れようと思ってふちりとりを持ち上げたぐらいのしか印象がなかったんで、もう最初何が何だか分からなくて、とりあえず片目つぶりながら作業は続けたんですけど、もう涙が止まらなくて、あれこれ結構やばいのかな、涙止まらないなと思って、もう5分ぐらいは片目つぶったまま涙出続けてたんで、あこれ目真っ赤だったらどうしようと思って、とりあえず作業を中断して鏡を見に行ったんですけど、まあ思ったより赤くもなんともなってなかったので、とりあえず目の中を洗って、でそしたらもうそれからなんともなかったんですけど、多分感覚的にはすぐ目つぶれなくて、結構しっかりほうきの絵の端っこが目に当たったかと思われます。とりあえずちりとりからゴミ袋にゴミ入れるときはほうきは下に置こうと思いました。どうでもいいエピソードシリーズをしている間に、ジョナさんなどチェーン店のレストランが見えました。ジョナさんって探すと意外とないですよね。うちの近くもないかな。子供時代はジョナさんって誰みたいな、あの3の部分は富士山とか七五三みたいに何々さんって人の名前につけるさんだと思ってたけど、まあ、ジョナさん自体は人名っちゃ人名なんですかね。天使のわらび餅？駅前散歩初めて途中でお店に入りました。美味しかったです。食いしん坊なので食レポしてみたいなっていう願望はあるんですけども、まあ今のところちょっと電車賃を捻出するのにいっぱいいっぱいなので、ちょっと都度お食事を取るのはまだ難しいかな。臨時収入があればね、またやってみたいと思います。で、定期収入が入るようになったら都度お食事をしたいと思います。
赤い巨大な雲梯みたいなのが見えてきました。雲梯の感覚ありすぎて常人には無理ですね。ルフィぐらいですかね。はい、雲梯じゃなくて歩道橋でした。騙された人はいませんか？感覚が広いところじゃなくて太すぎて握れもしないですね。幅はかなり狭いけど人とすれ違えるぐらいっていう感じかな。なんかここだけ観光地みたい。吉川駅初めて来たんですけど、なんか自分は今知らない土地にいるんだなっていう気分が盛り上がりますね。この景色、ちょっと旅行に来たような、一人でテンション上がってきてます。オーシャンビュー、オーシャンじゃないな、リバービュー。富士山見えましたね。さっきのジョナさんはフラグ？はい、吉川駅散歩も後半、北口にやってきました。こっちもロータリーがあって栄えてますね。ライフ目立つ。ライフも聞いたことあるけど、自分の生活圏にはテナント募集中ですって。駅前なのにね、すぐ埋まっちゃうかな。この辺のテナント料とかって全然相場がわからないんですけど、いくらぐらいなんでしょうね。さっき南口で目にほうきの絵当てちゃって涙が5分止まらなかった話したと思うんですけど、それと同じ、誰にもやられてないのに一人で身体的ピンチになったエピソードがもう一つあって、これはね、これもそんな前じゃない、先週ぐらいだったかと思うんですけど、ちょっと不用品をメルカリで出品して、まあちょっと梱包するものがなんか専用箱を買わないといけなくて、まあじゃあその箱買ってコンビニで梱包ささっとしちゃおうと思って、ガムテープとハサミを持ってコンビニに行ったんですね。一応ハサミ危ないかなと思って、まあ、ちょっと布でくるんで、いつもしてるショルダーバッグに入れて持ってったんですけど、そのことをすっかり忘れてて、床に落ちたものをあさっと拾おうとした時に、溝落ちにグッて違和感があって、あ
と思ったんですけど、その瞬間にあ、ハサミじゃんと思って、やばいと思ってパッて飛び上がって、まあ、冬だしね、厚着してたんで大丈夫だったんですけど、刃物はですね刃物はショルダーバッグには入れちゃダメですね。もう誰も見てないし、誰からも何の危害も受けてないのに、ほうきの絵を目に当てたり、みぞおちに刃物を押し当てたりして、もうちょっと気をつけないとね、人知れずどっかで死んじゃうかもしれないんで、安全第一っていうのをとりあえず今年の目標に掲げて、こんなミスしてたら自然界だったらもう即退場かなとも思ったんですけど、ほうきとハサミは文明の利器なので、今回のエピソードで野生動物として生きていけないかは予想できませんね。まあ誰しも人間間違いはあると思うんですけど、それにしても正面だそうです。地名がほなんかな。こんなところにバーが、ベトナムバーですって。ベトナム料理って美味しいのかな。ちょっと辛いものが苦手で、なかなかエスニック系チャレンジできないんですけど、興味津々ではあります。家に戻ってきました。今日はね、すごくいいお天気でお散歩日和でしたね。ラッピーランド観光地みたいですね。今日はね、天気も良くて雲もなく快晴で、本当にお散歩日和でしたね。次回の行き先はまだ決まってないんですけど、また次のお散歩でお会いしましょう。さようなら。